Hello everyone, it's Akane. こんにちは、あかねです。Today I'd like to share how I practice English pronunciation. Twitter に英語の動画をいくつか上げてたんですけれども、そこで発音綺麗ですねとか、英語の発音どうやって勉強してるんですかっていうような質問をいただいたので、今日は私がやっている練習方法っていうのをシェアしていきたいと思います。日本語でいきます。はい、で私の、プロフィールから説明すると、まず日本で生まれて日本で育って、で海外の経験はカナダに1年間行っていただけです。で1年間はワーキングホリデーで学生の時代に行っていました。まあもともと留学したかったんですけど、お金がすごいとにかくかかるっていうのがあって、留学は諦めて、私はワーキングホリデービザを使って現地で働きながら、まあ、語学学校に通って勉強したっていうような経緯です。ただそれ以外の28年間の中の27年間は日本で英語を勉強してきたので、じゃあどうやって日本で英語を勉強してったらいいの、発音にフォーカスして英語の勉強方法っていうのを共有していきたいと思います。今日ご紹介する方法なんですけれども、私がとにかく発音のルールとかがすごい好きじゃないんですね。でルールって結局覚えたとしても、まあ、英語を話せるようになるために約2000から3000語必要って言われてるんですけど、その2000語3000語に全部ルールを当てはめて発音練習するかっていうと、まあ、それは結構難しい。まあ、好きな方はいいかもしれないんですけど、私はそういう方法は本当にダメで、やっぱり楽しく勉強して学んでいくっていうのがいいなと思っています。なので今日は発音のルールとかは説明しません。ただ毎日楽しく継続できる方法っていうのを紹介していきます。はい、それでは早速英語の発音勉強法に移っていきます。私がおすすめする方法はシャドーイングです。でシャドーイングって想像すると、なんかトーイックのスピーチとかリスニングとかをシャドーイングするとか、あとはテッドとかのスピーチをシャドーイングするっていう方法を思い浮かべると思うんですけれども、それもつまんないので私はやってません。で私がやったのは、洋楽とか洋画のシャドーイングです。シャドーイングというか、まあ、洋楽を歌うとか、あと洋画のセリフを真似てみるとか、そういう方法ですね。ただその歌詞を歌うとかいうだけじゃなくって、大切なポイントが5つあるので、それを今日紹介していきたいと思います。1つ目のポイントがリエゾンを意識するということです。私が小学生ぐらいの時にチャーリーズエンジェルがすごい好きで、一つのセリフを覚えました。それがスピリットアウトっていう単語なんですね。でスピリットアウトっていうのはスピーチイーチアウト、これはあんまりいい言葉じゃないです。スピーチっていうのは唾を吐くとかで使う言葉なんですけど、これはキャメロン・ディアスが悪者を捕まえた時に犯人の名前を吐けっていう形で使った言葉で、スピリットアウトで、これもスピーチイーチアウトなんですけど、つなげるとスピリットアウトになります。スピリットアウト、これを考えた時にスピリットアウトでスピーチit がまずつながるんですね。 spirit spirit で it out もつながります。 it out で spirit out で、こういうリエゾンが英語は本当に多いです。どこをつなげて読んでるかっていうのを意識しながら練習していきます。 spirit out が言えるようになれば、 check it out check it out check it outもそうだし、あとは get it out get it out get it out も一緒ですね。でこうやって一つ覚えることによって、他の動詞とか他の熟語に適応させることができるので、まずこれできないなっていうものがあったら、とにかくリエゾンを意識しながら練習してみるっていうのがおすすめです。二つ目なんですけれども、英語の発音の仕方を覚えていきます。で発音の仕方、まあフォニックスとか言うんですけど、フォニックスって例えば think about it っていう言葉がありますね。考えてみて think about it です。で think は th の発音でという音と、あと about の b b b っていう b の発音ですね。
があるので、ブーはこの口を閉じて空気を吐き出すようにしてブーっていうような発音をします。これを気をつけながら Think about it って言うとよりネイティブに近い発音になるので、まずは発音の仕方、口の動きを覚えていくっていうことが大切です。3つ目のポイントは口を大げさに動かすということです。例えば pronunciation 練習するときはプッ、プッっていうのと pronunciation、 すごいここの筋肉を使います。で、英語は日本語にない口の動きがあるので、やっぱりここの筋肉を使うんですね。で、結構えーとかになるとえってここの口角を上げるような動きになります。これは日本語にないものなので口の形を覚えていく必要があるんですね。文章になっているものとかを読むとき、あとスピードを上げて読むときにはなかなかそこまで口が動かなくなってしまうので、こういう英語の発音を練習するときに口を大げさに動かします。なので pronunciation pronunciationここがいいってなるぐらい練習してみてください。はい、で4つ目のポイントが単語を分解して発音してみるっていうことです。私が洋楽でよく練習するのが Taylor Swift の We're Never Ever Getting Back Together という曲です。で、これはもうあんたとは付き合わないし戻んないよっていうすごいネガティブな歌ではあるんですけど、発音にはめちゃめちゃ最適です。これをまず分解していくんですね。例えば、We だと We の W の発音をまず We で練習します。で、その後は R ですね。これは R の舌を巻きながら発音する部分。We areその後は never never のねは舌を上につけながらねねね never で v はここの唇を軽く噛みながら v という発音になります。 never で ever も一緒ですね。 ever で getting は ge っていう ge の発音と ting という T の発音 getting getting、 その後は back、 B は b と唇をくっつけながら空気を前に出す b back で k も CK の発音ですね。 k この喉のあたりから k k back で最後は together、 to は T の発音ですね。 getThe th です。th plus er で the という発音になります。これをつなげて言うと We're never ever getting back together。 歌になるとすごく早く進んでいくので発音しなきゃいけない。でもあ、これ言えなかったなっていう時は細かく分けて一つ一つの発音をチェックして最後に読んでみる、そして一緒に歌ってみるっていう形で練習してみてください。で最後ですね、5つ目のポイントなんですけど、これはもう継続するということです。もう継続が大事。なんで継続が大事かっていうと、まあ、ただ努力しなさいっていうだけではなくて、結局ここの使わない筋肉を使うので筋トレと一緒なんですね。で筋トレも毎日積み重ねないと筋肉もりもりにはならないので、口の周りの筋肉も一緒なんですね。でここをどんどん練習してないとだんだん衰えてきます。なので毎日1曲でもいいです。毎日1曲シャワーに入りながら歌うとか、じゃあ寝る前にこれ聴きたいとか、それだけでいいので、その音楽を1曲聴いてもう全力で歌う、これだけで英語の発音っていうのは絶対に上達していきます。はい、以上5つのポイントになります。洋楽とか洋画を聞くときにこのポイントを注意しながらやってみてください。リエゾンを意識する、発音の仕方を覚える、大げさに発音してみる、単語は分けて細かく分解して発音してみる、そして継続するっていうことです。
で、これを続けていけば発音は絶対良くなるはずなので、皆さん一緒に頑張っていきましょう。 Thank you very much for watching my video. If you like the video, please press like or add to the channel. ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。